あなたがアメリカンフットボールをする理由は何ですか？アメフト選手にとって最も重要なものは何だと思いますか？みんなそれぞれに思いの丈があるでしょう。勝利への渇望があるでしょう。アメフトは君たちにスポーツマンシップなど求めてはいない。君たちの使命はただ一つだ。勝て！勝つことより大事なことってないの？ねえよ、そんなもん。負けたら終わりだ。ぶっ潰す！やっはー！みんな戦う理由がある。プライドのため、何かを証明するため、何かを守るため、そして何かを手に入れるため。戦う理由はそれぞれ違うかもしれない。でも目的はみんな一緒だ。勝つ！アメフト選手はフィールドに立ったら勝てるかもなんて口にしないんだ。俺が勝つ。俺が最強だって。小早川瀬名は最大の脅威となった。正直奴を甘く見ていた。どんな土俵際でもなんか奥の手を隠してやがる。トッププロワーたちの世界へ一歩足をねじ込んできたこと。やりようによっちゃ盆栽だろうと天才に勝つことができるから。怖いけど勝てるかどうかってより勝つしかないんだから。みんなでクリスマスボールに行くってここまで頑張ってきた。アメフトはもうかけがえのない大事なものなんだ。誰一人諦めちゃいない。はぁ！ひたむきに前向きにクリスマスボール目指して、それに楽しんで思いっきりアメフトやって。アメフトにかける情熱だけは誰にも負けなかったやつらだからな。みんなすごい人ばかりだよ。でももっともっとすごい人がきっといるんだよね。僕はその人たちと戦いたいんだ。まだまだすごいやつがいっぱいいるって。お前だってその一人なんだぜ、セナ。